皆さんこんにちは六十分でわかる、えー、ベガスシリーズの解説をしています飯田です今回は時間という調味料専門用語で言うとキーフレームについてお話をします実際に本編に入る前に 今まで私が解説をしていた第一弾第二弾の関係性を説明しますいいですか私たちがビデオカメラで撮影したものをショートムービーにしよう大きく分けるとそのためには三段階のステップを踏むんです第一段階がビデオの第一弾でした何をするのか 私たちが撮影で撮った映像の中には人様にお見せできる部分とお見せできない部分がありますお見せできない部分を隠してお見せできる部分だけを残して残して物語を作るために順番を入れ替えて必要であればそこに文字テロップを入れてさらに BGM を入れる実はこれでショートムービーが完成するんです。ここまでの部分を 解説したものが DVD の第一弾でした。皆さんは DVD の第一弾を見るとすぐに完成できるようになります。それはなぜか？ベガスとムービースタジオというソフトは世界一軽いソフトだからです。私は今までソニーで約7年間集合セミナー、個人セミナーをやって、お客さんの作品を完成させるお手伝いをしてきました。 私たちが普段使っている市販のパソコンレベルで作品が完成できる可能性が一番高いのがこのソフトだったからですだから私はこの解説をしています第一弾を見て皆さんは作品が作れるようになりましたするともっともっと欲が出てくるから次に何をしたくなるかと言ったら映像に効果をつけたくなるんです映像の効果というのはわかりやすく言うと三つあります一 場面と場面の切り替えるタイミングの映像効果専門用語で言うとトランジションですね、よく映像が切り替えるときにページがペロってめくれるような映像効果って皆さん見たことがあると思いますそのことですこれが一つ目次二つ目は絵そのものに対する調味料です例えばカラーで撮った映像なんだけれどモノクロになったりセピア調になったり ある,あるいは映、えー、ってはいけないところにモザイクをかけたりするというのも絵に対する調味料になりますそれをベガスの中ではビデオ FX というふうに言っています絵そのものに対する調味料ですこれが2つ目です3つ目は何かといったら画角調調整という調味料でですどどのののサイズでどの位置に写るの例えばだよベガスのまな板というのは階層構造だから 絵は重ねでしたよねね絵は重ねだから上に乗っている絵が映る上に乗っている絵が映るときに上に乗っている絵のサイズが小さくなればどうでしょうか下の絵が出てくるよねだからそれがピクチャーインピクチャーでありいくつも重ねたときにできるのが画面分割なんですこの場面転換のトランジション 色そのものに対する調味料のビデオ FX どのサイズでどの位置にこれはベガスでいうとイベントのパンクロップになりますイーダ流でいうと F の四角それを調整したのが実はこの画角調整になるんですここまでが第2弾でした皆さんの作品の映像表現というのはこれだけでとても非常に幅広くなっていると思うんですところがですよもう一つ動画編集ソフトの中には 憧れのテクニックがあるんですそれは何かと言ったら時間という調味料です専門用語で言うとキーフレーム動画編集ソフトを扱う人の中には憧れの調味料のキーフレームであってこれがマスターできたら動画編集ソフトの50%以上はマスターできたも当然だというふうに言われている憧れのテクニックですなぜかそれはその時間という調味料は場面転換という調味料にも そのものに対するビデオ FX という調味料にもどのサイズでどの位置にという画角調整の調味料にもプラスして使えるからなんです。今日はそのトータルに適用できる時間という調味料キーフレームについて解説をします。私についいててきてください